こんにちは、ギター講師の副島です。今回なんですけど、ギターの神様、聴くと絶対にギターが弾きたくなるエリック・クラプトンの名曲5000を紹介したいと思います。皆さん、エリック・クラプトン知ってますか？おそらく知ってるよとか、名前は聞いたことあるよっていう人が大半だと思います。僕のチャンネル視聴者の中でも40代以上の人は、あの曲とね、この曲とあの時期が好きで、ライブはね、あの時行ったよっていう人もね、いると思います。一方でね、10代とか20代の視聴者の方、もしかするとめちゃにわかですという人とか、実は一回もちゃんと聞いたことがないっていう人とか、聞いた方がいいのは分かってるんだけど、いや、クラプトンやっぱ聞いた方がいいよとか言われると萎えるっていう人もね、多いと思います。僕はですね、ジミー・ペイジ、ジェフ・ベック、エリック・クラプトンの3大ギタリストの中だったら、もう断然クラプトン派っていうぐらい、これまでたくさん聞いてきました。今改めてね、クラプトンの名曲聴いてほしいなと思うので、今回は僕がね、特に影響を受けた5曲をね、紹介していきたいと思います。まあね、ギタートークしましょうという感じですね。クラプトンの曲の最大の特徴は、聴いたらね、ギターが弾きたくなるということです。クラプトン好きな皆さんも、クラプトンよく知らないよっていう皆さんも、僕がまとめたオールタイムベスト、ぜひ楽しんでいってください。絶対にギターが弾きたくなるエリック・クラプトンの名曲、一つ目は I Shot the Sheriff です。はい、もはやね、説明不要の名曲なんですけど、原曲はね、ボブ・マーリーのね、曲ですね。この曲の何がいいかっていうと、もうまずキーが Gmっていうね、Gmペンタってこう、なんか弾きやすくないですか、皆さん。Gmペンタ、6弦ルートがこの3フレから始まって、まあ、このキメとかももろここだし、でハイポジションに行くときだって、なんか G マイナーのね、ペンタで弾ける曲っていうと割とクラプトン多いのかなっていう風に僕思ったりするんですけど、そんな中ね、この B メロのコード進行、ここね、これ気づいた方ね、すごいなと思うんですけど、割とまあネオソロとかでもよくあるちょっとジャスタトゥーバースっぽい流れが入ったりしてるんですね。もうこの時点でね、もうギター弾けと言ってるようなもんですね。まあ、ちょっとこうジャズのね、心得がある人だったらここで、まあ、ちょっとこうオルタードとか弾いてみると、おっってなるかもしれないですよね。まあ、この曲とかね、もう本当にめちゃくちゃ弾きやすいし、セッションもしやすいので、まあ、ギター2本の時に、なんとなくこうバッキングを、まあ、こういう風にこう弾いてあげたりしてセッションすると、もうそれだけで楽しそうだなと思います。聴くと絶対にギターが弾きたくなるエリック・クラプトンの名曲、2曲目は Change the World です。はい、もうこれも説明不要の名曲。ただね、この曲をね、なぜチョイスしたかっていうと、実は理由があって、ジャムセッションでよくやるんですね。ジャムセッションで一番やるクラプトンの曲と言ってもいいと思います。まあ、曲調もブルースに寄りすぎずに、まあ、ちょうどよくこのファンク R&B な感覚でも弾けるというね。まあ、あとこう、泣かせる感じのサビのコード進行だとか、まあ、結構そのセッションで盛り上がります。原曲はワイロナ・ジャットというカントリーのシンガーの人なんですけど、これもね、聞いてみたりすると面白いかなと思います。意外とセッションでやるので、常にね、コード進行をもうメモリしておいて損はないかなと思ったりします。まあ、でも原曲聴きながらね、 E マイナーペンタとかで合わせるだけでも、もう相当ハッピーな気持ちになれるので、これもぜひね、聴いてみてください。いろいろね、ライブ版とかおすすめあるんですけど、もう僕が一番好きなチェンジ・ザ・ワールドの演奏は、ワンモアかワンモアライダーのね、チェンジ・ザ・ワールド、これも最高です。曲が終わった後の歓声の圧がもう半端ないです。ぜひ聴いてみてください。聴くと絶対にギターが弾きたくなるエリック・クラプトンの名曲、3つ目はバッチです。はい、もう渋いですね。
こちらはですね、クラプトンの割と初期の方で、クリームっていうね、バンドにいた時の曲で、そのクリームの一番最後のアルバムに収録されている曲です。A マイナーからの、まあ、D マイナーだったり、D ナインスだったりっていうところなんですけど、これがね、もうストラトで弾くともうめちゃくちゃハマりますよね。こうちょっとストラトのこの、ベチンとした、こういう音色を使って弾くと、もうまさにこのギターのセッション曲っていう感じになります。例えばこれとかを Am でジャムろうよって言った時に、まあ、こういう風に弾いてあげたりすると、クラプトン好きな人とかは喜ぶと思います。こちらもぜひ聴いてみてください。聞くと絶対にギターが弾きたくなるエリック・クラプトンの名曲、4つ目はオールドラブです。ジャーニーマンに収録されている個人的一押し楽曲です。てかジャーニーマンってアルバム自体がすごい好きなんですけど、もうこの曲なんか特に好きなんですよね。まずこのスローなテンポたまんないですよね。でこのキメとかそのリフもいいんですよね。なんかこういうコード進行の中でめちゃくちゃ渋いペンダのリフが動いてるっていうのがクラプトンあるあるなのかなと思ったりします。この曲もコード進行としてはこの A を主軸としながらも Am、Dm、そしてこの F、オン G からの、まあ、G7 スっていう感じなんですけど、これもね Am 一発でこうセッションとかしつつこういうの入れてあげるとすごく盛り上がりますし、ギターを手に取った時にパッとこのコード進行を弾くだけでもすごくおしゃれな雰囲気出ますよね。 Am ペンタがね最高に気持ちよく弾ける曲なので、ぜひねこれも弾いてみてください。聞くと絶対にギターが弾きたくなるエリック・クラプトンの名曲、5つ目はオーバー・ザ・レインボーです。まあ、これねちょっと正直迷ったんですけど、クラプトンの曲では全然ないですよね。ジャズスタンダードというか。でもこのライブ版でこのクラプトンがこの曲を弾く時のもうフルアコのねプレイとか最高にかっこいいんですよ。 E メジャーセブンス、 C シャープセブンス、そして F シャープマイナー、そして B セブンス、この循環コードでクラプトンがね、この上でペンタ弾くんですね。もうそのペンタのニュアンスが最高です。まあこれイントロの部分のコード進行なんですけど、もうここだけでね、幸せな気持ちになります。これクラプトンと演奏と合わせて自分で弾いてみるだけで、相当ね、フィーリングの練習になると思うので、めちゃくちゃね、これおすすめです。個人的にクラプトンはライブ版がすごく好きなので、この曲もね、入れさせていただきました。いかがでしたでしょうか？やっぱね、クラプトンって偉大だなと思いましたね。僕がね、クラプトンを知ったのは、まあ、父親にお勧めされたからなんですけど、そういうこともあって、中学校とか結構比較的若い時から聞いてたんですよ。最初は、なんか渋いなって感じがしたんですけど、自分がギター上達するにつれて、どんどん良さが分かっていって、まあ、今のプレイスタイルのね、礎となっているかなと思います。個人的にはね、どの時代もそれぞれの味があって好きなんですけど、まあ、中でも、24 Nights の頃と、ワンモアかワンモアライダーのストラトの音はめちゃくちゃ好きです。今回紹介した曲に関するね、エピソードを知ってたりとか、他にもおすすめあるよという方はぜひコメントで教えてください。一つ一つね目を通していきます。僕のチャンネルでは今後もこのようなギタリスト紹介とか名曲紹介を行っていきます。今絶対に聴くべき日本人ギタリスト7選というね、こちらの曲もすごく好評でした。チャンネル登録すれば今後の情報も見逃さずにチェックできるので、もしまだ登録してないよって方がいたらぜひ登録の方よろしくお願いします。レッスンの方も好評で月2回のレッスン、
限定コラム、演奏動画の添削などのサービスを行っているオンラインサロン、こちらで皆さんを待ってます。いきなり有料のレッスンはハードル高いよっていう方は、無料のメールマガジンがありますので、まずはそちらでレッスンの雰囲気を体感してみてください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。